つれずれ草第7弾、あだしののつゆ、きゆるときなく、ホップ編です。音読をしながら品種分解、そして漢字の読み方や歴史的仮名遣いを確認しましょう。早速始めましょう。あだしののつゆ、きゆるときなく、鳥部山の けぶり、立ちさらでのみ、すみはつる、ならい、ならば、いかに、もののあわれ、も、なからん、よ、は、さだめなき、こそ、いみじけれ、 命あるものを見るに人ばかり久しきはなしかげろうのゆうべを待ち夏のせみの春秋 お、しらぬ、も、ある、ぞ、かし。つくづくと、ひととせ、をくらす、ほど、だに、も。こよの、をのどけし、や。あか、ず、 惜しと思わば、ちとせをすぐすとも。人よの夢の心ちこそせめ。すみはてぬように、くき姿を まちえて、なに、かわせ、ん。いのちながければ、はじ、おうし。ながくとも、よそじ、に、たら、ぬ、ほど、にて、しな、ん、こそ。 目安かるべけれ。そのほどすぎぬれば形を外る心もなく人に入れ交わらんことを思い 夕べの日に子孫を愛してさかゆく末をみんまでの命をあらましひたすらよを むさぼる心のみ深くもののあわれも知らずなりゆくなんあさましき はい。いかがでしたでしょうか、えー、次のステップ編では、一つ一つの語の意味や文法事項を確認します。そして、現代語訳と解釈はジャンプ編でお伝えをしていきます。このホップ編ではね、何と言っても品詞分解が重要なんですけれども、分解ができればですよ。 この第8章の勉強をなさっている皆さんは少しずつ初見でも読解問題に挑んでいけるようにこれから鍛えていきたいところだと思います。それはねどこにポイントがあるかというとかかり結びの法則には疑問と反語と脅威の意味がありましたよね。 係り結びになる係り女子の語、スラスラと言えますかえ不安な方は心配しなくて結構です。次のステップ編でしっかりとお話をしていきます。疑問は相手に質問を投げかけるときの表現ですよね。反語はいや、そうではないと言って、あえて逆のことを否定する表現を使うことによって自分の主張を示します。教威もそうです。まさにこうであると言って、自分の主義主張をドーンと 強調するような表現ですよね今からねホップ編復習の音読に入っていくわけなんですけれども余裕のある方はこの係り結びの表現どこで使われているか着目しながら読んでみてくださいステップ編ジャンプ編と頑張って学習を終えた先にいかにこの係り結びが重要なのかということにお気付けいただけると思いますではホップ編復習の音読です 足ののつゆきうるときなく、鳥部山のけぶり、立ちさらでのみ、すみはつる習いならば、いかにもののあわれもなからん、世は定めなきこそいみじけれ。命あるものを見るに、人ばかりひさしきはなし、かげろうのゆうべを待ち、夏のせみの春秋を知らぬもあるぞかし。 つくづひと人とせをくらすほど何も、こよのをのどけしや。あかずおしと思わば、ちとせをすぐすとも、ひとよの夢の心地こチコせめ。すみはてのよに、ミにくきすがたをまちえて、なにかはせん。いのちなければ、はじおし。なくとも、 よそじにたらぬほどにて指南こそ見やすかるべけれ。そのほど過ぎぬれば形をはずる心もなく人に入れまじらわんことを思い、夕べの日に子孫を愛してさかゆく末を民までの命をあらまし、ひたすら用を無さぼる心のみ深く物のあわれも知らずなりゆくな、ん、浅ましき。 はい。かかり結びの法則に気がつきましたね。ではね、え皆さんが頑張って見つけてくださったかかり結びの法則が使われている部分も、ステップ編をご覧いただく中で答え合わせができます。続けて頑張りましょう。つれずれ草第7弾、足立ののつゆきうるときなく、ホップ編、以上です。